はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。11月23日祝日、新嘗祭、NHK スクランブル=解体でも開催いたします。詳細は動画説明欄、もっと見るをクリックしてください。よろしくご参集ください。よろしくお願いします。毎日新聞、外務省が海外における我が国の立場と相入れない、または我が国に関する事実誤認に基づく記述についての情報を提供していただける方は、下記までご連絡くださいって、密告を呼びかけてるー、ギャオーンと、噛みついておりました。へえ、そうなんだ。毎日新聞が騒がなかったら気がつかなかったけど、左翼の性質でですね、脊髄反射で口答えで我慢できんかったんすかね。なんか文句を言わずにいられないっちゅうですね。脊髄反射で口答えと言いますけれども、ネットの話、都合が悪いようだな。怖がるのは社会の敵だけ。バカパヨに都合悪いもんな。監視社会が、報道の自由が、密告ってなんや。通報やろ。なんでこれが悪みたいな書き方してんの。何も問題ないどころか、絶対必要。追放されて困る人たちが騒いでるとしか思えない。ようやく普通の仕事するようになった外務省と。今までやってなかったんかーい、外務省。周囲を反日国に囲まれてんのに、怠慢だろうが、徳島は韓国領土とか、旭日旗は侵略の旗とか、日本海は東海とか書いての見かけたら通報すればいいのだな。ブックマークしとこう。最近笑ったのはですね、日本のトンカツの起源は韓国のトンガス。なんだトンガスって。トンカツは偽物だ。本当にバカなんだな。もう全世界の全部がお前ら起源で、はもうまあ地球ビッグバンですか。宇宙が誕生したのは韓国起源とかも、前保在室って覚えてるし、もうしたら何でもわ、バカバカしいが、こういうのも通報すべきなんでしょうか。バカバカしいけど、とりあえずまあ私が生きてるうちに毎日新聞の倒産が見たいな。ここはですね、朝日みたいに不動産持ってねえから、朝日より早く倒産しそうだな。息も絶え絶えの新聞協会が NHK に物言い。公共放送にふさわしい報道防災教育福祉、伝統芸能といったジャンルに集中すべきだ。つまり娯楽とかやめろ、歌番組とかやめろ、物言いしました。ネットの反応です。NHK は戦後最大の既得権益、押し紙屋のやっかみ。新聞と違って金儲けすぎて使い切るの大変なんよ。だから歌番組とかやっちゃうっていうことなんでしょうか。歌番組って言ったってね、NHK の場合は、あれだって、出してやってんだ、ありがたく思いぐらいの感じで、ギャラうんと少ないとか、ない場合が多いらしいです。ジャニーズ吉本、NHK 出過ぎ問題。ドラマもバラエティもいらん。オワコン VS オワコンの争い。だからって、新聞なんか、取らないよ。厳しいこと言ってるっぽいが、スクランブルの話だけは出さない出来レース。スクランブルかければ全て解決。早くやれと。試験ですけど、まあ、金満 NHK を妬んだですね、新聞が噛みついた、いうことなんでしょうかね。さすがにね、喜怒哀楽じゃなくて、恨み、妬み、そねみ、ひがみで生きてる生物だな。日本のテレビ新聞の中の人ね。だがしかし、スクランブルやれとは絶対言わない出来レース。まあまあ触れちゃいけないのはわきまえてんのかな、さすがの新聞も。そんなにね、NHK を是正したいんだったら、民放全局でですね、スクランブルでも特集しろよ。で、ワイドショーじゃなくて特番で1時間ぐらいやれよ。テレビ局は全部お前らの子会社だろうが、日テレは読売の子会社だし、テレビ朝日は朝日の子会社だし、TBS は毎日の子会社だし、あとどこだっけな、テレビ東京は日系の子会社、ですね。富士は富士産経グループだしね。NHK が有り余る財力でドラマやバラエティを頑張ったら、子会社の民放が太刀打ちできねえから、そっち方面やるなって牽制してんでしょうね、これ。厳しい指摘言ってる感出してるが、1から10まで自分らのため、エゴむき出し、靴沢の目はごまかせんぞと、バカパヨどものツイッター工作がイーロン・マスク本人にバレる。レイオフにより、これ解雇ですね。解雇により、日本のツイッタートレンドから政治が排除され、アニメやゲームが主流となった。イーロン・マスク、だな。だな。ネットの反応です。パヨ、うわー、いなくても何の支障もない連中だったから、解雇されて当然、これツイッタージャパンのバカ社員どもですね。なんか勤務中に下げるんだり、なんかパーティーやったり、パリピなことしてたらしいですよ。ウェーイって言いながら。今までトレンド操作に関わっていた連中は、ますます居場所を失うなぁ。パヨ唯一の憩いの場が、こういうの日本だけだったのか。気持ち悪い。出てくる広告も綺麗になったよな。イギリスでも、ついにこの件が、記事になってたし。あ、そうなんだ。日本のツイッター、そんなだったんだ。恥ずかしいですね。なんか日本の恥さらしいですね。パヨクという単語が世界デビューしますように。はっきり言っちゃうとコミストですか？共産主義者？コミューン、コミュスト、まあ、レッツ、赤色分子ですか？レッツって映画あって、中国で放映されるときは、赤色分子って、タイトルになってて笑った覚えがありますけども、バカパヨ、マスクは寝とうよと、ツイッターで吠えてて大爆笑ですよ。バカなんだな。やっぱり救いようもないバカなんだな。バカにつける薬が開発されても、それ飲んじゃうぐらいのバカだな。バカパヨが拡散部とか言って、ツイッター上の工作を自慢してましたよ、自ら。バカだから。講習会でですね、こういうの流行らそうぜ。やってたお題がこちらであります。ハッシュタグつけて、大好きだよ、韓国。気持ち悪い。だって隣の国だもん。気持ち悪い。仲良く行こうぜ。今更喧嘩なんかダサすぎる。ダサいとか言う今、若い人。今のヤングはダサいとか使ってるんでしょうか？向かい合おう歴史問題、知り合いたい歴史問題。言葉選びが加齢臭だなぁ。まあ、このじいさん講師なんですけれども、どっかで見たことはあんなって思ったんですけど、総係の仕切りのですね、高田健では、こいつは9条の会のトップみたいなんですけれども、国葬反対訴訟を起こしてですね、記者会見やってですね、外国人記者にですね、なんで反対派は投資よりバカなんですかって聞かれて、赤っ端の生き地獄になってた人ですね。拡大しますと、まあ、これとこれね。まあ、同じですね。拡散部の講習会やって、気持ち悪いお題を入らそうとしてたのは高田健。拡散しようとしてたお題のチョイスで、まあ、日本人じゃねえんだろうな。丸わかりっすね。気持ち悪い。こんなお題、流行るわけねえだろ、何やったって。流行んねえよ、こんなお題さ。バカだな。仲間のバカパヨ社員が、ツイッターを解雇されて、工作できなくなったことに、社説で文句垂れる、東京新聞、磯子。何やら書いてありますけど、ネットの話、何言ってんだこの腐れ極左女。ひどいな。東京新聞に公共性ないぞ。そもそも個人所有の会社なんやから、公共性とか、磯子、バカバカバカ。私企業に何言ってんだバカ。こいつらが排除されて、公共性高まったわ。かえって。イーロンのおかげで、公共性が保たれたんだが、公共性ってなんで自分らが気に入らないから、公共性がないって言ってないか。東京新聞に公共性ないぞ。パヨ社員が排除され、工作できんくなったツイッターが気に入らないならですね、パヨが集うですね、パヨッター作ればいいのにね、ゴミは自らゴミ箱に入ってもらって、ぞろぞろ、セルフ隔離してもらって、他に迷惑かけねえように、その中で好きなだけ、エコーチャンバーやってるって話なんですけど、ツイッターが有する公共性の維持と投稿管理をどう両立し、経営を立て直すのか、マスク氏は利用者に説明を尽くさなければならないとか言ってるけど、なんだその上から目線が、マスクが知ったら、いそこのアカウント削除ですよね、これね。あんな上から目線なことは、私企業に、民間企業に求められてもね、パヨ社員が解雇され、中立公平になったっていう意見が大半でしたよ。自分らが気に入らないと、公共性ないって相変わらず独善的だし、主語がでけえなー、私企業の公共性より、東京新聞の極さぶり、なんとかしないとね。ここは親会社中日新聞だから、毎日新聞よりはしぶといのかな。しぶとく生き残っかな。毎日の次が、東京新聞で、その次が産経新聞で、朝日かな。朝日はね、不動産いっぱい持ってるから、しぶてえんですよ。だがしかし、共産主義者に敗北を。帝国に勝利。ということで、デトックスジャパン。